皆さん、僕の周りでも起業する人いっぱいいました、はい、ね、あの元々会社にいた人、あとは僕のね、あの友達とかね、うん、みんな起業してきましたけども、本気でほとんどが潰れてます。うわ、本当に潰れてます。でも起業なんて成功率そんなもんですよ、うん、ね、100個やって3個当たるみたいなね、うん、話なので、はい、あのただ今回何がこの成功と失敗を分けているのか、はい、どういう風にして俺は、この拡大性を持った事業を持ってるのか、うん、ここがね、皆さんが今後フリーランスにやるにしろ、飲食店やるにしろ、店舗出すにしろね、うん、もう絶対にここだけは抜かしちゃいけないという部分を今回言っていきたいと思います。ポイントがあるんですか？いや、もうありますよ。これはもう一つ、言うと、スピードです。スピードしかないです。これだけですよ。よく言ってもね、スピードもうスピードしかないね。もう毎日のように僕はね、僕と一緒に働いてる人たちは、スピードっていう言葉を耳にしてると思うんですけども、なぜかという話です。これだけの VUCA時代って知ってます？はい、VUCA時代ってもう変動性にあふれる時代、うん、だって僕らさ、ちょっと思い返してくださいよね。ちょっとスマートフォンでパカパカ携帯使ってたと思ったら、うん、今じゃなんかスマートフォンで送金ができるとかね、そういう時代じゃないですか。今じゃ QR 決済でみんな当たり前のように、うん、決済がなって、去年の、2020年は去年の6倍の、決済、 QR 決済とか、うん、キャッシュレス決済か、うん、が普及してる時代、こんだけグッて時代の変化が早い時代に PDCA、うん、ね、プラン、ドゥ、チェック、アクト、ね、プランして、実行して、それをチェックして、でまた行動につアクションするっていうね、うん、そういうのをやってるっていうフレームワークがあるんだけども、ね、こうやってネクタイ締めたバカみたいなサラリーマンはね、ずっと言うわけですよ。 PDCA をここで回してとか、六本木でね、ちょっと分かったようなビジネスの美の字も知らないようなね、あるわけです。もうそういうバカどもがね、 PDCA って言ってるんだけども、今 PDCA じゃなくて DDDD の時代だと思う。 Do しかするなと。 DDDD、 そう、うちの会社は資料を作るのに徹底的に時間をかけるな、はい、ね、一番最初毎回提案資料を作ったりするじゃん、うん、だったらテンプレートを作れと、ね、なるほどね、そういうような資料だったりとか、うん、あとはミーティングだったりにとにかく時間を使わないってことで、これがスピードの時代なんですよ、うん、僕のもともといたR 社っていうところもあったんだけども、はいはい、この例えばソフトバンクとか、楽天とか、ソフトバンクの社長誰？孫さん。楽天の社長は？三木谷さん。そうでしょ、皆さんそうやって社長はって言ったら普通に頭浮かぶじゃない、あなたたちもね、うん、でもじゃあ、リクルートの社長はわからないよね。こういうふうに何かっていうと、今はスピードを持ってる企業っていうのは何か独裁性を持ってるんですよ。独裁性を、だから結局ソフトバンクの孫さんがやるって言ったら3日以内にやらないといけないとか、社内ルールがあったりとか、楽天の三木谷さんなんてゴリゴリで行くじゃないですか、うん、ね、そういうふうにめちゃめちゃ成長が1代で築き上げた人たちって成長が早いのよ、はいはいはい、ゾゾって言ったら前澤さんね、もう辞めちゃったけど、うん、でもリクルートってもう何十年経ってからやっと上場したような会社じゃない。これ何かっていうと、僕も社内風土知ってるんだけども、みんなで話し合いながらやっていきましょうねみたいなことをやるのよ。素敵だと思うじゃん。でもみんなで話し合うって、その多数決で決めるってことなのよ、うん、結局はね。そういう風な民主主義的な経営をしてる限りは、うん、はいはいはい、マジでスピードは遅いです。もう本当に遅いもん。あの会社は資本で勝ってるようなもんで、人では勝ってない、うん、何かっていうと、結局みんなで話し合うっていう、多数決で決めるっていうことは、ね、みんな楽な方にしか手を挙げないわけよ。多数決で決めちゃいけない、まあ、まあ、そうか、あげちゃうな。どんだけ早く買えるかに手を挙げるようなやつばっかなんだから、大手にいるやつっていうのは。俺もいたから分かるけど、はい、ね、そんな時代に多数決をやってんじゃねえということですね。だから結局皆さんがお店を建てる、何をする、起業をするっていう時に1個だけしか勝てるものがないんです。これがスピードなんです。スピード以外、皆さんは大手に資本も勝てないし、人員の数も勝てないし、技術も勝てないわけですね。大手には、うん、質とかも大事、質とかも勝てない。だって信頼がないじゃん、スピードとりあえずスピード。だからドゥドゥドゥって言って、とにかく市場に出す、うん、で市場に出して、とにかく市場で改善をする、うん、市場から持ち帰って改善をするんじゃない、もうその場で改善をしていくっていうのがめちゃめちゃ重要ですね。だから皆さんが飲食店をやって、何かこういう新しいメニューを出したいなって言ったら、うん、とにかく出せと、はいはい、とにかく出して、お客様の顔を見ながらそれを変換していくと。そういうふうに店舗展開するときもまさにそれです。なんか違うカフェでミーティングしようなんて時間は一切無駄です。はい、これがまずスピードですね、うん、で、スピードを保つ上で独裁性と、もう一つ重要なことがあります、はい、自動化です。大事だな、うん、そうですよ、大好きな自動化。もう僕とね働いてるから皆さん分かるように 100% 自動化にしてます、全てをですね。名言ありますからね。何名言で
関口君に送ったやつです。なんだっけ、すべてを自動化にしてこの世のすべてこの統治法のこの世のすべてを自動化にしろと。でも今まであなたも働いてみてわかるじゃん、はい、人がいらないでしょ、うん、人がいらないのよ。だからうちの会社っていうのはその最初の設計から全自動化を心がけてるの。だから何か新しい事業を始めるって時に絶対に言う言葉がこれ1万人いる程度やってるっていうのね、はいはいはい、だから結局見積書を出していちいちミーティングをして何をしてって言ってたら、うん、1万社いたらそれが回らないじゃん、うん、あなたって。だから1人でも1万人を対応できる仕組みがないと無理だよっていうふうに毎回毎回言ってるわけじゃない、はいはいはい、だからあなた毎回毎回ミーティングするっていう時は普通だったら、ミーティングするって言ったらアポを取って、うん、何をして何をしてってすごい段階があるのに、うちはミーティングを1回で終われるでしょ大体、うん、なんでかっていうのはあっちからやりたいですって来て、だからそれに対して請求書だったりちょっとヒアリング項目を聞いたらはい終わりって状態まで持ってきてるんだ。でもうちのバカな営業たちはあれを当たり前に自分が取ってるものだと思ってるのね。でもそれっていうのはごめんねバカって言って何かっていうと結局自分がお前がゼロから売ってる、セールスインではなくてプロダクトインって言ってもう商品が欲しいですって、うん、もうマクドナルドと一緒だよね、はいはいはい、カウンターの来てる前の人たちに何も喋らなかろうがそいつは買うわけよ、うん、わかる？メニューさえ出せば。なのにそれを自分の成果だと思うのはちょっと違うよねっていう、うん、まあ結構ねこれ昔の営業とかもめちゃめちゃ言ったわけですよ、うん、なんかちょっと数字を上げて自分のおかげだみたいな思ってるやつは結構いたんだけども、そうじゃねえと俺も会社辞めたから言うけども結局お前らが売り上げ上げてたのは、うん、もう欲しいってお客さんが目の前に来るっていう状態まで持ち込んでるこのマニュアルなわけですよね。だからこのマニュアルっていうのが全然他の会社にはない。だから例えば決済だったりとかね、いちいち見積もりを出す、うん、事業なんて絶対やらないでしょ、まあそうだね、あとはバック業務っていうのはいちいちね問い合わせが来てそれに対して一個一個メールを作っていくっていうのが最初の頃あったんだけども、それをじゃあメールを毎回毎回返してるんだったらコールセンターでそういう質問があるんだったら、うん、まずメールを送る前に LINE の自動返信を含めようよ、うん、自動返信を含めてじゃあこれに対して解決できない時はメールでやってねとか、はいはい、あとは今 LINE の自動 AI チャットってあるじゃないですか、うん、それを開発して、そうやって皆さんが問い合わせするのが今 96% 解決するわけですよ。だから1人目も2人目もみんなお客様の質問っていうのは同じなわけよね。それを毎回毎回メールを作ってるってこの非効率さがおかしいのよ、うん、だからまずは LINE アットでその情報をカテゴリー化分けしてどういう問い合わせが多いのか、どういう風なカテゴリーが多いのか、じゃあ決済はここからリンクでやってるんで、うん、LINE のやった方が1日返事をね待たないでも返事が即答で来るわけだからお客さんにとっても全然質がいいでしょっていう話、まあ、まあそうだな。そうだから自動化っていうのは皆さんも楽になる、会社も強くなる、さらにお客様 の CS も上がる、カスタマーサティスファクションねも上がるということで、いいことしかないのになぜか自動化にするといやね人間味がないかなとかね、機械なんて、まあ、多いですね、そう、機械に、人間はね機械じゃないんだからミスをするよとかね、そういうやつほど機械にリプレイされてるわけで、うん、だから絶対に自動化っていうのを心がけてください、はい、ね、予約が何十件来てもすぐに回る、すぐに提案ができるような普段から体制を整えてください。これはエステだろうがプライベートジムだろうが全部一緒です。ちなみに俺のこの YouTube の喋り方まで俺らはマニュアル化になってます。あ、そうなの？嘘つくなよお前そうやっちゃう。俺のはない、俺はないから。あなたツッコミあなこの人はツッコミだからツッコミのマニュアルないけれども、次の動画で見せるわ。そしたら うちの YouTube の喋り方っていうのはうちの YouTube 所属してるタレントとかいるじゃん、はいはいはい、全員そのマニュアルに沿って喋ってる。実はね、みんなちょっと注意して見てたらいいよね。だから俺がこの動画を始める前なんて言った、うん、みんなのアトラクションを引きつけるような言葉を言ってるでしょ、だからみんな潰れるんだみたいなね、うん、そういうものを全くできてないってことね、はい、だから絶対全自動化、人がいないでも絶対に、回るようなっていうところを、ね、やってくださいと。でもこれ経営者でめちゃめちゃ重要なんだよ、うん、なんで俺がここまで自動化にこだわるかっていうのはもうね、経営っていうのは一人で経営する気がない会社に100人いようが1000人いようが経営なんて成り立つわけがないんですと、ね、だから
俺がここまで強い経営で若、まあ、自分で言うのもなんだけども、うん、若いうちにここまで、会社を大きくして、はいはいはい、で経営何百人でつけてっていうのは、ね、スピードをつけてっていうのは、うん、絶対にあの徹底的な自動化をしてきたから、これ以外全くない、本当に全くない、本当に。だからね、正直あのもう言うよ、ガンガンね、あの俺はもう何もないから。ちょ、もうやめてよ、ほら変な話ですよ。いやいや、でも今まで、うん、明日辞めます竹穴さんって言って困るやつ一人もいなかった、本当に一人もいなかったいやこれはあの違う、これはあの冷酷だけども、ね、冷酷に聞こえるし残酷に聞こえるじゃないですか、多分視聴者の皆さんも、あ、この会社ちょっとねみたいな、ちょっと 怖いように見えるじゃないですか、うん、でも皆さん考えてみ、これを人に頼ってる会社っていうのはみんなコロナの時期どうなってる、バッタ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 クビになってるでしょ、だから俺ずっと上司に言われてたの、竹穴、人を大切にするんであれば、従業員を大切にするんであれば、人とか従業員を絶対的に必要としてはダメだと、だからそれだから強い経営ができるんだよっていうふうに、そう、人を愛するなら絶対に人を必要とするなって、それが強い経営なんだよ、その強い経営があるから、人を大切にしてんだよっていうのをずっと上司に教わってきたわけですね。竹穴さんが思ういい組織とは何ですか。え、俺が思ういい組織、はい、俺が思ういい組織はマニュアル化されてる組織ですね。あのトップ営業マンとかがいない、はい、だから営業っていうとさ、トップ営業マンとかいたり、ずば抜けて優秀な人って会社にいるじゃない、はい、でもあれがいる限りはやっぱその会社って弱いのよ。だからその人辞めてみ、すぐ会社潰れちゃうじゃん、はい、だから不動産とかに多いんだけども、とにかくトップ営業マンがいない、優秀なずば抜けて優秀な人がいないっていう組織が一番重要なのね。だから平均的に点数を上げていかないとやっぱ強い組織にはならないね。で、平均的に上げていくっていうのはどういうことするかって、あなたはクリエーション部だからうちの、 あのセールスデパートメントの方知らないけども、はい、すごいマニュアル化されてるんだよ。来たらホームページをコピーした紙を出してとか、めちゃめちゃマニュアル化されてんだけども、そういうふうに全てを一旦はマニュアル化する。で、こういう話をするとマニュアル化するとなんかなんていうの、全てクリエイティビティがなくなるんじゃないのとか、もちろんそうなんだけど、でも普通にさ、人間の常識ってね、なんかあの面白いクリエイティビティって常識の上に絶対あるべきじゃん。だからそれが本当ビジネスの基礎としてマニュアルを作って、セールスの基礎としてその社内のマニュアルを作って、その上でやっていくみたいな。一番良くないのは、飲み会とかモチベーションとかをずーっと言ってる人だよ、うん、俺これずーっと言い続けてるけど、そうですね、はよけないのかな、ずっと言い続けてるけど、例えばさ、その上司、あなたがね、はい、俺が上司だったとして、はい、ね、なんかやめてほしくないとかね、はい、もっとセールスを営業成績出してほしいとか言って、飲み行こうよってよくあるでしょ。ありますね、ね、はい、それでなんか飲みに行って、いやあなたね期待してるよって言っても、彼女いるの、はい、彼女じゃ、はい、次の朝彼女と喧嘩したい、はい、こんな上司が頑張ってあげたモチベーションも次の日にはこうやって下がってるわけじゃん。モチベーションっていうのは本当にもうアップダウンあるの、これずっと俺言ってるんだけど。でもコンビニのおばちゃんとか見てみる、マニュアル化されてるから、ね、マクドナルドの店員さんとかさ、だからモチベーションが高かろうが低かろうが普通に品出しするし、レジ打ちするし、そういうことやるわけじゃん、はい、それでモチベーション関係ないじゃん、うん、だからモチベーションはあまり気にしちゃいけない。で、一番重要なのはやっぱりマニュアル化っていうところ、はい、それが一番強い組織だと思います。はい、じゃあ次の質問で、いい組織にはいいリーダーがいると思うんですけど、竹穴さんが思ういいリーダーって何ですか。いいリーダー、はい、いいリーダーっていうのは、いいリーダーっていうのはやっぱさっき言ったマニュアル化できるっていうのは大前提だよね、はい、まずは。で、マニュアル化するっていうのは、そのマネージメントされる側のマニュアル化じゃなくて、マネージメントする側のマニュアル化もめちゃめちゃ必要なんだよ。だから例えば全員十人十色でさ、いろんな人がいるし、いろんな目的が目標を持ってその会社で働いてる人もいるわけよ。でもそのいろんないる人の中で一人一人に合わせていくっていうのは、まあ、うちの規模からしても 100% 無理じゃない。そうです、多分10人ぐらいだったらまだね、ちっちゃい組織だったらまだマニュアルできるんだけども、それが100人200人1000人とかね、今後なっていったら絶対にそれができないわけよ。じゃあどういうことが必要かっていうと、やっぱり人に合わせたマネージメントをやっぱりしていかないといけない。それを分かってないリーダーは本当に意味がないと思う。例えば俺もずっと失敗してたんだけど、はい、今24で起業して、まあ、27でしょ今。この最初の2年間ぐらいはもう俺は本当
お金をあげればうち儲かってたからすごいねもうボーンと上がったからお金でそうお金をあげればそうそうそうあの人はついてくるのかとか、うん、あの人のパフォーマンス上がるのか組織がもっと強くなるのかとかずっと思っててそう思いますそうだからすんごい金額をボンボン上げてたんだけどもそうじゃないんだよねいくらお金上げてもやらないやつはやらないしできないやつはできないしだからお金っていうのは一個関係ないっていうのは、はい、ただその動かすのには、まあ、お金も関係ある部分もあってそれ何かっていうと俺マネージメント人を3つに分けてる全てを、はいはい、でうちのあのマネージャーとかみんなやってるんだけども何かっていうとあのこれはね誰だったっけな俺がフィリピンにいる時に一個あの教えてもらったことないピーター・ドラッカーかななんかマネージメント論 1.0、2.0、3.0 本あるんだ、ね、って本読むのたまに読みますねあそう、はい、本聞いた方がいいからね俺本オーディブルで聞いてそうそうオーディブルで聞いてそうそうそう俺もオーディブルで聞いたんだけどあのねとにかく人って3種類にあのマネージメントって3種類に分けるのよ、はい、で1種類目は何かっていうと安定のために生きてる人、はい、働いてる人だから安定っていうのは子供ができてだから会社を辞めないとかね保険証あのなんか社員をあの福利厚生を重視して会社にいると かとにかく守るものが増えて本当はそんな時代じゃないんだけどねまあでもとにかく守るものが増えてその大きい金額よりも長期的な安定が欲しいみたいないわゆるかつての大企業的な、ね、そうそうそう日本の大企業的な感じの人がいる、はいはい、だからその人たちにはいくら大金で業務委託としてフリーランスとしてやりなさいって言っても絶対やらない人です、うん、だからそこはちゃんと守ってあげて、うん、あなたたちは安定が欲しいんでしょって、はい、欲しいものをあげていくで 2.0 っていうのはこれはあのうちでいう営業部のこういうやつだよあの食べなさーみたいなそういう人たちでそれはあのやっぱりあの成績とかインセンティブって言って、まあ、人参をぶら下げてそれもう全力で追っかけていくっていう、まあ、そこの追っかけていくのにも自分なりでできないからマニュアルを引いて追っかけさせるっていうのは重要なんだけどとにかくそのなんていうのお金のために頑張る人たちでそれで 3.0 これがねめちゃめちゃ難しい人たちでうちのあのあなたたちもそうじゃないクリエーション部とかあとは開発部とかシステム開発部ねこれは難しいよ。あの大村ってあなた知ってるでしょ。あ、はい。会ったことないか。会ったことはないです。あれは難しいよね。はい。あのね、何かっていうと、うちエンジニアめちゃめちゃいるんだけども、めちゃめちゃマネージメント難しいんですよ。で、俺もそういうタイプだから分かるんだけども、何かっていうと、目の前に1億円を積まれても、自分のやりたいこと以外はやらないんだよ。あの人たちは、大村はゲームをやってたよ、はい、ずっと。だから、はい、100万円よりも、時間の方が大事なんです。でなんで働いてんの？いえいえ普通にあの時間があなたのところあるからとだからここで働いてんだとあの自分のやりたいことができてればそれでいいんそうそうそうだからそこにいくらお金を積もうがいくら保険証で福利厚生で社保を上げようが何にも働かない自分の自由が一番自分の自由でもその自由がその子たちはその面白いってゲームを作るとかね、はいはい、あとはシステムを作るとか、うん、そういうところに向いたらめちゃめちゃ強いだからそういうところにいくらお金あげるから頑張ってって言うと無理じゃんね、だから大きく分けてこの 1,2,3 に分かれるわけよ、はい、だからそれをどれかにって言ってバーって振り分けてってそこでマネージメントをしていくこの人はお金なのねあでは結婚するからこっちに言ってるよねとかそういうことをやっていかないと毎回毎回いらないものをあげようとしてやめていくっていうなるほど、うん、かなマネージメントはじゃあさっきのその3つに分けて 3つに分けてやってうちはねやってるでもっと大きくなったらもっと違う人事戦略があると思うけどね面白いですね面白い、はい、だそこ のマニュアル化っていうのも重要だよねそこがないと意味がないからだからこういうことねマニュアルって分かるでしょそうですねこれがないとみんな好き放題にやっていろんなタイプの方がいますもんそう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 これをやっぱベースを整えるのが一個マニュアルなんだよねああなるほど大企業に勤められてきたと思うんですけど、まあ、僕もいろんなインターンしてきたんですけど竹原さんが思うはい飛んでるよ彼飛んでるよあれでしょ俺が思う他の会社の悪いところあ、ま、マネージメントマネージメントのそうですはいそうですなんだっけ俺の用意した答え逆になんだっけ分かんないかあのね他の会社まあ俺もいろんな会社いましたけれどもやっぱりねあの誠実なやつが上に立つことが一番いけない、はい、意味わかるそうだこれを言おうとしてたこれねめちゃめちゃ重要でうちのマネージャー考えてみる、はい、あいつら、はい、あいつらとか言っちゃいけないねあなた、はい、あの子たちをさ普通に考えると何してるオフィスで寝たりしてるよねはい見たことあるでしょあります俺知ってんねん全部パソコンの起動時間とか、はいはい、もう全部あの働いてるからとか、はい、あうち全部リモートワークだから全部パソコンの起動時間あとはそのマウスオーバーとか全部あの分かってるんだけどもとにかく
うちのマネージャーって結構サボり癖が多いやつがいる。結構いる。どこの、 あのデパ、あの部署でも。で、それがなぜ俺がじゃあそいつらを置いてるかって、はい、そいつら強いのよ。例えばさ、システム管理部の方とかは、例えばめちゃめちゃ複雑なもの時間かけないと終わんないじゃん。でもその子たちをやると開発部に勝手に連絡を取って、はい、それでこういうものを開発してくれって言って今、業務がめっちゃなくなってるわけよ、はい、そう、だからそういう風にあのね、なんか難しいタスクとか難しい役職っていうのはめちゃめちゃサボりがちのやつにサボり屋のやつにあげないとダメ。サボり屋は誠実なやつはそれをあげたらそのままやっちゃうから、はい、そう、そのまま従って何も変わんない。でもサボり癖のあるやつにやると勝手にそれを改善して自分は寝る。でもこれが一番強いの、組織っていうの。ちょっとクリエイティブな、めちゃめちゃ。だからうちはあの開発、あの管理部っていうのを、あ、コールセンターだってゼロになったでしょ。はいはい、ね、そうです。昔まだ1人、あ、今1人か。うち の、 あのクライアントって1万6000か、今1万6000クライアントがいるんですよ。あのシステムを利用していただいてる方とか、あとマーケティングのクライアント様だったりとか、まあ、1万6000クライアントを1人のコールセンターだけですよ。皆さんどうやったかって知ってます？これクリエーション分わかんねえな。あの自動チャット、オートチャットで AI の、 AI の、はいはい、あのチャットボットで、あ、もう今までの録音を、あの録音というか質問を全部 QA 化して、これにはこれ、これにはこれ。で本当にそうなのよ。ほとんど来る電話っていうのは、はい、大体 99.9% 同じなのよ。でも誠実なやつっていうのはずっと同じことを受け答えちゃうの。これめちゃめちゃいいでよ。あのね、でもうちのコールセンターでそいつをマネージャーに置いた時にめんどくせえと、はい、もう一回 Q&A 全部作ってくれと、うん、下の子に多分言ったらしくて、ずらーってできて、それをその自動応答でロジック組んで、はい、それをシステム開発部に投げて、今 LINE の自動応答とかができてるわけよね。それが一番強いよね。なるほど。それだからもう大体の人はお客さんからしてそっちの方がいいじゃん、うん、普通に電話出ないコールセンターよりもさ、ね、あの E メールに24時間ぐらい待つ E メールよりも普通にそっちの方がいいのよ。だから数返ってきます。そうそうそう、悪いマネージメント、この会社っていうのは飲みに行ってね、こいつちょっと誠実だから真面目そうだからって絶対に言ってんのよ、うん、ね、そいつらが上に立つと本当に終わり。リクルートはマジヤバかった。リクルートはそうなんだ、ね、リクルートはなんかもう上司に媚び売って誠実そうに見せてるやつが上に上がる。本当に、いやもう大企業よ。そうです、そんなもんよ本当に。だからね、それは逆に良くない。本当に悪いマネージメントだと思います。絶対的に理解しないといけないスタンス、うん、これめちゃめちゃ重要、はいはい、この絶対的に理解しないといけないスタンスは経営者は文句言われる 100% だって。あのね、100人いたとして99人が、うん、じゃあ例えば A か B かで A って言ったら、うん、最後の一人は絶対的に B って言わないといけないっていうユダヤの教えがあんねん、うん、絶対に。これは A が正しかったとしても B って言わないといけない、最後の一人、はい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 、でこれが経営者でないといけない、うん、だから絶対に文句を言われる。だって嫌なやつが一人か二人いないと絶対ダメなの、うん、経営っていうのは絶対に正しいこと言うやつが絶対に言わないといけない、うん、だから多数決なんてしてたらみんな楽な方楽な方に手を挙げに決まってんじゃん、はいはいはい、今の国見たらそうじゃん、ね、うん、老人だってさ、子供の方が教育大事なのになんか何介護費をあの上げてくれとか意味の分かんないことやるわけでしょ、うん、それと全く同じじゃん。みんな自分のことしか考えてないから多数決なんて言うともうすっげえ人間勝手な、まあね、そう世界になっちゃうから遅くなっちゃってね。これもともと一部上場企業 の、 あの、まあ、創設者ですよ、言ってしまえばあのスタートアップメンバーですよ、うん、その、まあ、すごい方がいるんです、うん、もう口に出すと、もう怖い方ぐらい、怖いぐらい、俺がよく言ってるでしょ。ああ、なるほどね。その人の言葉で、ね、俺がまあフィリピンにいた時とも悩んでた、うん、いろいろ、経営というか、うん、あとマネージメントについて悩んでて、うん、その時に言われたのが、竹穴、お前が絶対に徹底して理解しないといけないことは2つあると。うん、1つ目は、徹底して市場を理解しと、うん。で、市場を見て市場を理解しと。うん、で、2つ目は、絶対に徹底して従業員を理解しようとするなって言われる。そう、その人も理解しちゃダメな。だお前あんだけ会食出てるよ、分かんない、あの億万長者会だったりとかさ、うん、あといろんな経営者だったりとかさ、絶対にその経営者が共通して言うこと、うん、何、まあそのブレないみたいな、絶対その人たちに共通してるの、人を信じてない。あー、なるほど。だからもう自分のあれだけなんでしょ、気持ち。そうそう、だから絶対的に理解しないといけないスタンスは、うん、経営者は嫌われる。嫌われても会社をやっていかないといけない、うん、そこでだから経営者って自殺するやつ多いね。真面目なやつが成功するから、うん、真面目なやつって踏みつけ人とかめっちゃいるのよ、そういう人って。だから今回のコロナとかめっちゃ釣ってんだよ、はいはいはい、でもそこで絶対にこれね、経営者のね、人もちょっと考えてほしい、みんなは、働いてる人は経営者側の
言葉ってあんまり通らないじゃん。みんなポジショントークしちゃうからさ、うん、なんか従業員は大事だとか言っても、俺だと会社行くとね、いや、従業員なんてもう絶対理解しちゃいけないみたいな裏の顔があるわけよ。うん、もうこういうのも全部俺 YouTube で伝えたい、うん。これみんなそうです。どんな経営者もそうです。あなたたちの会う経営者なんて綺麗事しか言ってないですよ。本当に悪いけど、テレビのね、顔じゃないよ。悲しいな、それはな。いや、これはね、うん、これ俺じゃない。お前もわかるでしょ、これは。うん、一緒にいて。で、これ5つ目ですよ、最後。絶対に理解しないといけないスタンスのその2なんだけども、はい、あのね、裏切りはあります。100% 裏切りあります。これだって、さっきのちょっと話に通じるけども、うん、じゃあ例えば、焼肉屋のさ、うん、俺の大好きな奥双子のね、うん、はいはいはい、人、あの人だってさ、言ってたじゃん。うん、経営者が経営してるよね、それはレジからお金抜かれることもある。うん、俺だってね、抜かれますよ。大変にいろんな人、こんだけ経営、マネジメント大変だって言っても、しっかり抜かれます。そう、最初はね、お金じゃない、お金じゃないって言うやつほど、後から1円でも1万円でもね、なんかインセンティブの設計が下がると、文句言ってくるやつ、めちゃめちゃいるね。うん、そう、絶対に裏切りがある。絶対におかしいと思う。そう、いろんな経営者見てみ、例えば青汁さんだってさ、今すごいなんか揉めてるじゃん、株式のなんとかなんとかある、揉めるね、揉めるのよ。有名な YouTuber の事務所だってさ、なんか YouTuber の離脱とか株主のね、なんかいろいろなやつだって揉めるね。 100% 揉める。やだな。だから経営者でいないといけないスタンスの5つ目はドライさ、ドライドライ、もう情を入れるな、情を入れちゃいけない。すごいでしょ。それで完成されたんだ、これが。この化け物が。どう、今一緒 の, あの経営をしてて。いやドライ、うん、ドライやね。そう、もう一緒にずっとやってたなと思ったけど、これや、うん、もうダメだと思った。それやね、人じゃないと思ってるからね。人じゃないって言うのは言うな。でも絶対にまあ、これ共通しているのは、人を信じるのはもうね、うん、ドライでいいんです。だって雇用なんていうのは、皆さんそもそもで何を基準にして雇用なんてやってるかとか、人の付き合いっていうのはね、世の中70億人ぐらいいるわけですよ、うん、1秒に1人会ってたって全然足りないわけですよ、はいはい、間に合いませんね、間に合わないですよ。だから人の取捨選択っていうのは絶対していかないといけないし、しっかりと人も環境も変えていかないといけない、うん、そうやって会社っていうのは大きくなる。これには賛否両論あるかもしれない、はい、俺の考えにはね。ただその賛否両論あって非を言ってるやつは絶対に俺より結果残してないから、うん、今現状ではビジネスの世界っていうのは結構残してるやつの勝ちだから、絶対に今は現状は俺が正しい、うん、でこれ以上の、何かね、もっと大きい拡大性の部分になると、それはまた違うマネジメントとかあると思うけども、うん、多分俺ぐらいの年商、まあエバリエーションでいう400億とかね、そこら辺の企業のところになりたいのであれば、俺のこれが多分正しいと思うので、うん、この5つね、方向性をブレるな、アズイズの話、あとマネージメントに時間を使うな、うん、ね、3つに分けてとかね、はい、スピードしかないと、うん、ね、あとは経営者、報酬をしっかりもらえって3つ目ね、うん、で絶対的な理解のスタンスで、うん、絶対に文句は言われると、従業員理解しようとしちゃいけないっていうのが4つ目 で最後ドライさ、うん、この5つ絶対に経営者になる上で捨てちゃいけない、持たないといけない。これ めっちゃ熱く語りたいよ俺。しんどいぞ、これでもなるの。しんどいよ、本当にしんどいよ。本当にしんどい。うちの奥さんとかもめちゃめちゃ気遣ってくれてるもん。いろんな幼馴染がさ、なんかあるじゃん。本当に疲れんね。本当に疲れんね。いろいろね。ね、まあ、いろいろなんか知名度が上がるとね、なんか俺を利用する人とか、あとはその事業が大きくなるにつれてね、いろんな裏切りがあったりとか、いろんなものがあるわけですよ。いろんなものがある。でもこれはね、俺だけじゃないんだなって最近すごいいろんな経営者と話して、うん、すごいそうですね、すっきりしてる部分だから、うん、割り切って、皆さんももし経営者が見てるのあれば、あなただけじゃないから大丈夫、うん、俺も感じてて、他の経営者も通ってきた道だから、うん、でも経営という部分で人よりも豊かな人生を掴む部分で絶対的に必要なスタンスこの5つなので、うん、ぜひ理解してください。これ、はいはい、学べると思った方は必ずいいねとコメントお願いします、うん、スタンスのちょっと問題だね、今回スタンスの問題、まあ、あとは技術やスキル的な ね、うん、2B の立て方とかそういうところもありましたね、うん、はい、めちゃめちゃ熱く語ったわ俺。いやすごいな。何分ぐらい取れたか。すげえ、すごいね、長学びました。今日一刺さったってよ、本当に。なんかその歯 見して言わないで。いいよ、自分もやる。白い歯。はい、では、はい、締めていきたいと思いますけども、必ずコメントでいいね、うん、くださいね。せーどっちそっち、せーの、さよなら。Hey guys, what's up? My name is Sam. Thank you so much for watching this video. If you like this video, please hit the like button and leave us a comment down below. And if you want to enroll in the MUP College, simply hit the subscribe button and click the bell to be notified whenever we upload a new video.
And if you want to learn more about the MUP College, simply follow Takehana's Instagram where he posts daily updates. All right, see you in the next one. Bye bye.